江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、 WBC の話題ですね。野球の話題です。K 国民、 WBC 優勝オッズを見てみようということでね。どこかな、フォックスってどこだっけ。こちらね、フォックスってアメリカか。じゃあですね、こちら画像1枚、掲示板からのご紹介なんで、見ていきたいと思います。こちらでーす。ポーン、はい、来ました。はい、これね、オッズ掛けごとですね。で、こう掛けたら何倍で返ってくるか、ね、倍率をオッズって言うんですけど、ドミニカが一番強い。で、次はアメリカということですね。で、3位が日本ということで、まあこんな感じのね、ベスト3はこういう風なオッズになってますよということですね。イギリスかね、これ。はい、ということでね。で、プエルトリコ、あ、ここ差あるね。日本からプエルトリコは結構差あるね。ベネズエラ、メキシコ、ケイコクさん、え、キューバと同じなの、ケイコクさん。うっそ、マジで。はぁ、うそー。はい、ということでね。キューバと同じか、ケイコク。ちょっとよくわかんないですけど、こちらに対してね、ケイコクの反応があるんですよ。ちょっと見ていきたいと思います。何があるかわからない。はい、1人目こちら。大リーグにはドミニカ選手が米国に次いで多い。選抜選手だけで100人余り、米国は3から4人。サッカーで言えばドミニカはブラジルくらいというか。ドミニカは自国リーグがあるの？どうして MLB に行く選手がそんなに多いの？インフラもないと思うんだけど。補修じゃない。ドミニカには自国リーグはある。野球の人気も高いし、ドミニカが2013年大会で優勝したが、翌日臨時公休日に指定されるほど。あ、すごいね。あ、そんぐらい野球熱があるんだ、ドミニカ。国の休日になるんだ。すごいね。じゃあ日本も休日にしようぜ。プエルトリコってアメリカの植民地じゃなかった？何言ってんの？どうした？日本がアメリカやドミニカには勝てそうだ。アメリカのメジャーリーガーが参加するけど、優勝に対する動機が足りない。日本の野球がどんなに強くても伝説のレベルは超えられないよ、わらわら。キューバはなんでこんなに弱くなったの？サッカーで言えば渓谷はオランダぐらいかな。オランダに失礼だろ。いやー、渓谷さんすぐ負けちゃうんじゃないの。はい、じゃあね、チャットの反応いきましょう。で、最後は被害者ムーブが始まっておしまいですよ。あいつら特有の謎自尊心を煽ってベットさせるためにドミニカと同じオッズにしたとか。ほら。いや、騎士だ、よし、勝ったから増税だ。いや、なんでよ。やめてくれよ。はい、あー、これね、大谷の打席は要注意ですって、ボール当てられる。ドミニカはアンタッチャブルだよ。イスンヨプでも連れてくれば。キューバめちゃくちゃ強い気がするんだが、トップ3強がダントツですな。アメリカはカーショーが辞退したから、日本には朗報だがつまらなくなったよ。キューバより弱いけどテコンドーを入れてきたら、あいつら特有の謎自尊心を煽ってベットさせるためにドミニカと同じオッズにしたとか、わら。インフラあるのになんでお前らには人来ないの？またディスる癖が発動中に。負けても増税しようとしたりしてて。はい、いや、休みにしてほしいね。いや、なかなかね、まあ、コロナ禍でちょっとね、まあ、野球人気も含めて低迷してますから、ここでね、一発ね、盛り上げてほしいですよね。野球、私も嫌いではないんですけど、まあ、そこまでなんか好きでもないんですけど、やっぱりね、日本に勝ってほしいですよね。
はい、じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、Kはラフプレーやるからスポーツなくなるんだ、喜怒哀楽激しく、スポーツ精神は全くないと。慶国さんは、ね、多分ね、私の予想だと、まあ、すぐ負けるでしょう。で、負けるたんびにですね、恨み節を言うんですよ。で、だんだん他人のせいにするんですよ。それが監督のせいになるか、まあ、選手のせいなのか、またなんか選手がガムガムかもしれないし、ね、で、審判のせいにして、で、挙句の果てには、対戦選手へのリスペクトなんて全く感じないコメントがね、いっぱい来るわけですよ。普通だったら、まあ、日本だとね、まあ、大体こう、まあ、途中でもし万が一負けたとしたら、その日本の対戦相手が勝ち抜くわけじゃないですか、ね、そしたら今度は思いをそっちに寄せて頑張れってなるわけじゃないですか。慶国さんの場合それがないんだよね。対戦相手に対するリスペクト、自分を任した相手に対するさ、頑張ってほしいっていうその気持ちをさらに乗せていくっていうのは全くないじゃない。ないんだよね。こう、なんていうの、心の余裕っていうかね、器の大きさっていうかね、ないね。間違いない。もう他人のせいでしょ。そんでだんだんフェードアウトするからね。多分そんなにね、このチャンネルでは WBC の話題はね、そんなに引っ張らないと思いますよ。はい。じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。